今まで大穴の中はどこもかつての王国が再現されていました。だとするときっとここが最後のはず。この先は玉座の間、そこに王がいるはずです。行きましょう。そして王をこの悪意の巣から解き放って。
まだだ。まだ奥に行かねば。もっと奥に。そう思い続けここまで来たが、もうダメかもしれない。言葉に絡みつく悪意に飲まれ、自分を見失いそうになる。残された私の善意よ、七つの希望の光よ、世界を巡り、どうか正義の心を持つ者たちを連れてきてくれ。そして間もなく悪意に飲み込まれるであろう私を、この大穴と共に封印してほしい。もう二度と悪意に染まった言葉が国を襲うことのないように。そうか、国は滅んだのか。私は何を頑張っていたのだろうな。お父様、ごめんなさい。あの時の私はお父様の話なんて聞かず、私にできることは国民に寄り添うことだけだと信じていました。でも一番最初にお父様の話をちゃんと聞けばよかった。きっと思っているだけじゃ伝わらないこともあるのだから。私ももっとお前を頼ればよかったのだ。すまなかった。ありがとう、フレデリカ。久しぶりに名前を呼ばれました。名前を呼ばれるだけでこんなにも心が温かいのですね。お父様、今からでも構いません。お父様の話を聞かせてください。あの時何があったのか、どうして何も言わずに去ってしまったのか、それを知ることで前に進める気がするから。ああ、もちろんだ。そして私の魂の願いに応えてくれた勇敢な7人の戦士たち、君たちにも礼を言わせてくれ。本当にありがとう。ここで暮らすあなたたちを見て、平和だったあの頃が戻ってきたように思えました。身勝手な感想ですが、あなたたちと過ごせてとても幸せでした。あなたたちがこれから紡ぐ未来にはもっと多くの幸福が訪れることでしょう。私たちの国に起きたようなことが二度と繰り返されないよう心から祈っています。こうして王の魂は解き放たれ、言葉は世界中に帰って行きました。言葉を取り戻した人々は感情を伝え合うことの喜びをかみしめました。それから7人の戦士たちはこれまでの冒険を人々に語って聞かせました。もし誰かが悪意に飲まれても、言葉でそれを悟し合えるように。もう誰も一人で悩みを抱えて
人で解決しようとすることがないように。そして強く心優しい王と、ちょっと泣き虫な姫のことを、みんながずっと覚えていられるように。王と姫はその様子を空から見守り続けることでしょう。いつまでも、いつまでも。姫様、いなくなっちゃったな。姫様がいないとここは静かですね。仕方ないさ。ああ、これがきっと姫さんにとっての幸せなんだ。そっか。そうだな。寂しいけど、頑張らなきゃ。お姫様の最後のお願い、叶えてあげないとね。そうですわね。姫様、俺たち精一杯やってみます。だからどうか安心して見守っていてください。よし、じゃあみんな行こう。俺たちの新たな使命を果たしに。
おかえり。怪我はないか？早速火事場に寄りましょう。任務完了です。や、何か入りようか？お待ちどう。後で取りに来てくれ。了解。よし、頑張るよ。後で取りに来てくれ。了解。いつでも来いよ。お、お礼に頼み事？さあ、頼れるお兄さんに言ってごらん。任せときな。はいよ。了解。はいよ。はい。何？はい。いいよ。わかった。ああ。うん。ああ、また。何か欲しいものがあるの？楽しみにしてて。頑張るね。うん、任せて。はい。楽しみにしてて。バイバイ。どのお料理をご所望ですな？お待ちどうさま。ではまた後ほど。ふん、よう。